渡辺千秋渡辺千秋から1921年8月27日は明治大正期の日本の官僚。一回、君党、借位は二位、君一党伯爵。品濃国諏訪郡東堀村に諏訪高島藩の下級武士、渡辺正則の子として生まれる。風石と号する。聖火は長野県岡谷市町地市わぐに、 旧渡辺家住宅として保存されている。明治維新後鹿児島県大書記官、北海道庁長官などを歴任する。大久保と道の計らいで、宮内省に報職し、内蔵等宮内次官の後、1910年4月宮内大臣に就任する。1911年4月朝鮮併合の行により、伯爵になるも渡辺に至っては何の関係があるのかと疑惑を生じ。 井上薫も大いに憤慨する。言動などにも一言の交渉もなく、桂が渡辺と結託して、互いに小尺を上奏した時の密約だと言われた。1914年4月に辞任する。その理由として、宮内省が無こう離造営のために、西本願寺諏別邸を買い上げた際に、賄賂の図があったためとされる。この背後には、渡辺が、 山形罰であったことを、時の第一次、山本内閣の法相、奥田義人が嫌ったたことがあるという説もある。ちなみに、公認には、山形との関係の薄い、旗の高しじが認じられた。なお、辞任直前の4月9日に、証券交代号が放行したが、公式には4月11日放行と発表された。発表が丸二日ずらされたのは、 内蔵等当時の収賄で支直の手が及びかけていた、渡辺を急遽更迭させるための措置であったという。収書家として知られ、多くの古典籍や古筆切れなどを収集した、大倉大臣、渡辺国武,武の2位。次男の渡辺千春は、1895年に、帝大を出て日本銀行に入社し、千秋の家督を相続し、大山岩尾の娘、富子と結婚した。 三男の渡辺千冬は国武の養子となり実業家、また司法大臣を務めた。孫に渡辺明、渡辺武氏。孫村に渡辺誠、渡辺修玄のより義春がいる。ありがとうございます。